えここまで、えー、マーケティングの原点マーケティングで大切なことっていう、まあ、こういう話をしてきましたけれどもお少し言い忘れたことがあるので、えー、お伝えしておきたいと思うんですけれども先ほどあの歯ブラシの話をしましたけれどもお同じ3色の歯ブラシ、えー、普通家だと違う色を家族で使っているのに同じ色の歯ブラシを売ってましたっていう、まあ、会社があったということなんですけれども。 その会社今どうしてるかっていうとあのー、昨日ですね、えー、買いに来ましたらどこの会社かわからないようにしますが <laughs> あのちゃんとですねほら違う色の歯ブラシをきちんと販売してるというわけでありましてあのー、私のその時のインタビューが成果を見たいのかなというふうな気もします。 えーあのー、同じようにですね100均に行ってみたんですけども100均でも最近はあ歯ブラシでですすね同じようななものが売られて,るってことはないいるはみたいです、あのー、マーケティング志向が日本全体にです、ね、広まってるかなという気もしますけども、えー、マーケティングの原点に大切なことの話を終わった後今日はあ次3のですねマーケティングの打ち手についても話していきたいと思います。 えー、これはマーケティングの教科書をどこにも載ってるんですけれども、えー、まあ、基本中の基本で、えー、マーケティングをするならあここのことを考えないと絶対にいけないというそういうことをです、えー、マーケティングの地点にはですねあのー、まあ、3つのパーツに分けるとすると市場細分化っていう,う市場自体を細かく分けるというのと差別化、えー、ある特定の市場に対して、えー、他社と 差差を出すとという差別化とパッケージとして統一を持って統一感を持ってそのお客様に訴求するっていうマーケティングミックスこの3部構成で説明するのが一番分かりやすいかなというふうに思います。で市場細分化のお話をしたいと思うんですけれども市場細分化っていうのは何かというと、まあ一言で言うと同じ刺激を 与えても違う反応をする消費者がいるというところがまあエッセンスです。例えばあのー、我々まあ昭和世代はですね、えー、12月31日の大晦日はあの紅、ー、白合戦を見るっていうこともまだあるんですけども。 まあ、あの私よりも上の70歳80歳の老人の方はですねやっぱり演歌のところが一番こう楽しみにして、まあ、これから出ませんけども北島三郎さんとかですね、えー、八代亜紀とか五木ひろしとかそういう人たちの時に喜んでるんですけどもあの私よりももっと若い世代はですね AKB が出たとか、えー、そういうようなあの若い世代ですね、えー、若い人たちが出てくるとキャッキャー言うと。同じテレビ見ててもですね、えー こうキャーキャーワーワー喜ぶところが違うっていうのなんてまさに史上細分の一つの最たる現象かなと思うんですけれどもあのそういった面であの我々がですねかつて、えー、調査した話で、えー、面白い事例があるのであのご紹介したいと思うんですけれども、まあ、あの関西には苦楽園っていうところがありましてまあ芦屋だと思ってくださいあの関西以外に住んでいる方は苦楽園っていうところがありましてそこに 今もそうなんですけれども3つのスーパーがですね、えー、本当に歩いてそうですね10分圏内に3つのスーパーが立地してますでどこかっていうと1つがあのコープ神戸ですもう1つが関西スーパー関西スーパーはあの関東の方からするとですねイメージとしてはサミットを想像していただければなというふうに思うんですけれども、えー、っと九州なんかだとサニーですかね えー、想像していただければと思います。怒りっていうスーパーもあります。これはあの、そうですね。えー、関東の方でいうと、紀伊国屋とか成城石井みたいなのを想像していただければと思うんですけれども。あの関西スーパーは、えー、結構、まあ、値段が安いスーパーです。で、怒りっていうのは、あの高級スーパーだと思ってください。 でク,ラクエ園でこの3店舗がです、ねまあ、あの徒歩10分圏内で、えー、営業してたんですけども、まあ、ある会社からです、ねまあ、このうちの3つのうちの1つなんですけれどもお依頼がありまして、えー、店舗調査をしてほしいと、あのー、この3社っていうのはいろんなエリアで、えーまあ、しのぎを削ってるとなのでク,ラクエ園のここの店での戦い方が分かれば他のところでも戦い方が分かるということで。 えどういうような戦い方をしているかあ調べてほしいっていうそういうまあ問い合わせがありましたと。で調べる前はですね、まあ、あの血で血を洗うようなあそういう価格競争をやってるんじゃないかなというふうに思ってたんですが実際はここのグラフにあるようにちょっとですねあの違ったあの感じで競争してたというのが分かりましたと。何かというとまずですねコープ神ベなんですけれどもだいたい 30歳から39歳の専業主婦の方が一番あの多くお買い物されてましたで関西スーパーについてはですね大体40歳から49歳ぐらいの専業主婦の方がお買い物されてましたそしていかりについては大体60歳ぐらいの方が一番お買い物されてましたとでここでのポイントは何かというと子どもさんが何歳かっていうのが実はポイントでして 30歳から39歳ぐらいの専業主婦の方のお子さんは大体小学校上がる前ぐらいのお子さんそして40歳から49歳の専業主婦の方っていうのはお子さんが大体中学校よりも上のお子さんそして60歳というのは子どもたちが育ってもう東京に出てるとかあ育ってるという社会人になっているという家庭だというふうに思ってください。 するとこの30代だとコープ40代だと関西スーパー60になって碇っていうのは非常にこうあの納得できるそういうストーリーが描けるわけです少し皆さんあの考えていただければと思うんですけれども、まあ、マーケットセンスのある方だとすぐ分かると思うんですがあの30代の専業主婦の方はですねやっぱり子供が小さいわけですするとやっぱりですね自分はまあ去っておいて子供には安全で安心なもの を食べさせたいというふうに思うわけで、えー、そういう気持ちでいくとコで神戸神戸で買いい物すするというわけですねでさらに子供があ中学校上がっていくとどうなるかというと、まあ、あの私の友達でもですね、えー、男の子2人中学校時代中学校,以上あ中学校でいるっていうような家族の方がいらっしゃるんですけども、まあ、友達と話をしててもですねあの日,日曜なんか外食するのは大変だってわけですね。 回転寿司なんか行くんだけれどももう食べるに食べてですねあのお金が足りるかなみたいなぐらいになるとなので、えー、そこそこ食べる量を抑えるために行く前にラーメン食べさせるとかですねカレーライス食べさせてから行くみたいなそういう工夫をされてる方もいらっしゃるみたいですつまり、えー、子供が中学ぐらいになってくるともうたくさん食べるというように変わってくるとさらにあのこれちょっとあのブラックなんですけれども おそれぐらいになるとですね少々なんか変なものを食べても死なないということも分かってくるととなるとどういうことかというとまあ、えー、安全安心よりもやっぱり値段だというわけで子どもが中学校以上になってくると関西スーパーで買い物するというようになってくるとさらには子どもが巣立っていくとどうなるかというとまあ60歳の夫婦ですから、えー、お金はそこそこあるというわけですね。しかかもお金がそこそここありますから まあ、いいものも知ってるとどんな味がいいかっても知っているとでさらにはちょっと年取ってくると、まあ、私もだんだんそういう風になってきつつあるんですけどもたくさんは食べないという風になるとちょっとでもいいから美味しいものを贅沢なものを食べたいという風になってきて高級スーパーの怒りで買い物をするという風になってくるというわけです。つまり同じ刺激を与えてても全然違う反応する酸素ががあってそれが コープ関西スーパーイカリのけ現象につながっていったんだというのがこここでのポイントになりますこういうふうにですね、まあ、ある刺激を与えても違う反応をするっていう人たちを見つけるっていうのは市場細分化の非常に重要なポイントなんですけれどもそういう違う反応をする切り口というのが実はいくつかありまして教科書なんか見ますとここにある4つなんていうのはよく出てくるわけですね。 地理、えー、的軸っていうのはですね、えー、どういうのかというと、まあ具体的な例で紹介しますと、今カルビーでですね、爆発的に売れてる商品でフルーツグラノーラ、フルグラっていうのがあります。で、この商品をカルビーが出たときに、えー、一番びっくりしたのは何かっていうと、場所によって売れる売れないがものすごく違うっていうことだったらしいんですね。で、まあカッパイビセンとかですね。 えっと、ポテトチップスはいろんなところどこでも売れるんですけどこのフルーツグラノーラこれ朝ごはんに食べるっていうわけなんですがあのどういったところで売れるかっていうとこの皆さんから見て左側ですねこれどこでしょう自由が丘<ー>なんかこうおしゃれでしょなんかトレンディードラマに出てきそうな感じですね、はい、えー、ここではやっぱ売れるわけですね、まあ、多分関西でいうと芦屋 みたいなところじゃないかなというふうに思うんですけども、ここではあ売れるわけですね、えー。それに対してこっちがですね、これは東京です。同じ東京、どこでしょう。おじいちゃん、おばあちゃんばっかり。えー、スガモですね <laughs>、えー。ここで売ってみたらどうだったか。全く売れないわけですね。お茶漬けなら合いますけれども、こんなシーアルを食べるような人はスガモにはいない。 形でしてこういう風に住んでる場所によって売れる商品が違うっていうのが一つ地理的な軸での切り口での市場細分化になったというわけですね二つ目人口統計的軸年齢性別家族数とありましたけれどもこれは先ほどご紹介したスーパーの例ですねえ、家族の一番下の子供の年齢が何歳かっていうので分かれますというのが二つ目です三つ目心理的軸なんですけれどもこれをですね 一番あの上手にやったのはサントリーのボスじゃないかなと思うんですけれどもサントリーのボスっていうのはターゲットは誰かっていうとですねえ肉体労働者の方なんですねあのタクシー運転してるとかトラック運転してるとか道の工事をしてるとかいう人たちで孤独な人なんですねだから広告のイメージキャラクターとして使われたのがえー 矢沢の A ちゃんなわけですね。矢沢の A ちゃん好きな人ってって、あのまあ、写真も本当あるんですけども、ここではお出しませんが、どういう人かっていうと、まあ、トップっぽい人ですよね、えー。そういう人たちをこうターゲットとして、まあ、孤独なので、このお,お,おじさんを見てですね、なんかこう、孤独を共有してくださいみたいな。俺は一人じゃないんだと。この人たちがいるみたいな。そういうようなあ市場細分をして商品を作って売り出したと。 で肉体労働の方なので実はーコーヒーについても糖分がですねやっぱり重要でしてちょっと甘めのコーヒーがお好きなんですね。なので当時ボスの最初に出た商品というのは甘い糖分あの多めの商品として発売されたというわけでこれなんかっていうのはあすいませんまさにライフスタイルですね。 あのちょっととっぽいちょっと夜中に車に構えた、えー、そういうような人たちをターゲットにしたあ商品だったというわけですさらにボスはですねコーヒーなわけですけれどもこれは行動面とも関わってまして実は、えー、その商品をすごくよく使う飲むみたいな人たちを軸にしてマーケティングを展開するっていうのがあります。マーーーーーーケティングのの用語ででいうううとヘビーユーザーっていうんですけれども実はコーヒーっていうのはコヒ日5杯以上 とか、すごくたくさん飲むような人たちがほとんどのユーザーなんですね。なので、コーヒーを新製品として開発するときには、こういうヘビーユーザーを対象に開発っていうのが常識になっています。じゃあ、ヘビーユーザーじゃない普通の人を対象にする商品ってどういうのがあるかっていうと、これはまあ余談なんですけれども、お茶なんていうのは誰でもそこそこ飲みますよね。なので、お茶なんかはヘビーユーザーではなくて、もっと別の切り口で市場を細分すると。 いうことが重要だといいううふうに言われていますこういうふうに市場細分化っていうのは同じ刺激を与えても違う反応をするっていうのが重要だというふうに言ってるんですけどもそこで成功するポイントは3つあるというふうに言われてまして1つ目がまあ当たり前なんですけれども生産のことを考えると同じ刺激を与えて同じ反応をする人たちが少なくとも生産ロットで最低限必要な あ数はいいいらっしゃるといるとととうことが一つ目二つ目は特定メディアや経路で接近可能っていうわけで例えば、まあ、女性の雑誌なんかあ一番わかりやすいと思うんですけども例えば「ベリー」っていう雑誌がありますとあれは30歳で結婚して、えー、子供がいるうちょっとおしゃれな町に住んでいる主婦っていうのがコンセプトだと思うんですけども、えー、この雑誌を読む人はこんな人っていうのが非常にわかりやすくつながってるわけですね。 そういった形でそういう30代で結婚していて子供がちっちゃいちょっとおしゃれな人にたど、えー、り着きたいとリーチしたいと思えばこの雑誌を使えばいいというようなことがすごく分かりやすいっていうのが2番目の市場細分化のの成功すする時のポイントです3つ目、えー、測定可能性っていうのがあるんですけれどもこれもまあ A ちゃんのファンだったらなんか A ちゃんのタオルとかしてるんで、まあ、見てわかるんですけれども。 例えばこの人は保守的なのか、革新的なのかとかですね、こういうあの一見見ただけじゃわからないっていうようなところで市場細分してしまうと、自分たちのやっているマーケティング活動が成功してるかどうかっていうのを検証するのが非常に難しいわけですね。なので、例えばコンビニがやっているような年齢で大体の10代なのか20代なのか、60代よりも上なのか、あるいは男性なのか女性なのかみたいなところで細分をやると、もう見た目で、 えー、その市場細分の人かどうか分かりますからあそういう意味で測定することを含み込んでですね、えー、市場細分をしているとマーケティング活動をやったときに後でうまくできているかどうかっていうことをお検証もしやすいということで、えー、市場細分が成功する確率が高まるというふうに言われてます。このつつがポイントだといいうわわけけけででですすそれれ、まあ、今市場細分にててお話をしたわけですけれどもさて じゃあ上手な市場細分に市場細分化に成功している事例っていうのがまあ皆さんの前にもあるでしょうと例えばでいうとどういうところがあるかっていうのをちょっと考えてみましょうかということなんですが島内さんはいどういう会社があると思いますかどういう事例が時計の会社とかはどうでしょうかね<ー>、えー、時計の会社で成功している会社でどういう会社がありますかイメージされているのまあカシオとかの G ショックああ G ショックはどういうよういよな市場細分を切り出してるんですかあのカジュアルで丈夫なものをつけたいっていうまあ相当それ好きだけどももうちょっとビジネスで使いたいっていうところを少しこう切り分けて同じ G-SHOCK のブランドなんですけどもちょっとセグメンテーションして同じように使えるようにしてるなというのを見てて、うん、いなるほど、はい、僕みたいにどちらかというとあの何 <laughs> ですかねまあ 保守的な考え方だと時計はやっぱり時刻を表現したらいいんだみたいなファッションなんかどうでもいいみたいなあのタイプだとま実食は買わないわけですね重すぎるみたいなことになるわけですけれどもそうじゃなくてまここでちょっとあの自分を表現したいみたいな人は実色を買うというわけですねえちなみに私が知っている市場細分化を成功させている非常に上手な上手だったあの会社として挙げられるのが出るじゃないかなと思います。 で、デルコンピューターっていうのはどういうところで市場細胞が上手だったかっていうとまず1つ目はですね、あのー、初心者には売らないって決めたんですね初めてパソコンを買う人には買わないっていうふうに決めたと2つ目ですね消費者ではなくて基本的には企業の人企業向けに売ろうっていうふうに決めたんですねなので、えー、どういうことが起こるかというと例えば当時ですねパソコンが流行った時に、えー、どういうことが起こったかというと例えば 某、F、社とか某 N 社のパソコンを買うんですけれども使ってて使い方がわからないというふうになって、えー、お客様相談室に電話かけるんですねでも F 社とか N 社はあんまりつながらないわけですよでイライラしてしまうとでこパソコンの前でずっと時間を潰してしまうというふうになってたわけですけれども出る、うん、社はですね必ずつながるんですねマジックのように。それはなぜか って考えるるとこのセグメンンテーションを聞いてるわけですねまず、えー、初心者ではないので大体のことはわかるわけです。だからどういうふうにつなげるかとかですねどういうふうに立ち上げるかっていうことで間違う人はいないわけです。で2つ目はですね、えー、法人なので分からなかったら周りの人に聞けるわけですよ。みんな同じパソコン使っているから。なので わわざわざお客様相談室に電話をかける人の数がそもそもも少ないとだからいつかけてもつながるということで、えー、ターゲットを上手に選ぶことによってそのサービス水準を上げるあるいはその心理的なサービス水準を上げるということを成功した例として、えー、出るっていうのは非常にこう市場細分が上手だったんじゃないかなというふうに思います。